皆さん、えにし歌われるもの2人の箱を押しとる白役の戸根健太郎です。皆さん、えにし同じく歌われるもの2人の箱を安住役の赤崎千夏です。はい、このラジオは今年の7月からついにテレビアニメの放送がスタートした歌われるもの2人の箱をめちゃくちゃ盛り上げるために、僕たちきらめきコンビの2人が何かと頑張っていく番組です。きらめきコンビって大丈夫ですか？前提知らない人なんか勘違いしちゃってる2人になってません？これだから前回の歌ラジのタイトルがきらめき歌われるものラジオだったんですよね。ただの我々きらめきコンビって大丈夫ですか？きらめきみたいな感じになってません？僕もね、初めて自分で言ったきらめきコンビっていう単語ね、今まで使ったことなかったけど。ですよね。きらめきってね、まあ、きらめきつつ頑張っていく番組なんですって。はい、そうですよね。だからそうなんです。前回はだからきらめき歌われるものラジオでね、うん、やってたんでね、もう6年のブランクがあったとしても全く問題なかった放送だったんじゃないでしょうかね。本当ですか？自画自賛。急に不安にならないでください。大丈夫だったでしょ？なんか不安だった？大丈夫でしたかね？大丈夫でした、大丈夫でした。まあ、なるようにしかならないということで、私たちらしくきらめいていきましょう。そうそうそう。赤崎さんはずっとね、赤崎さんらしいですよ。なんか結構フリーダムで。大丈夫ですか？はい、自由気ままな感じでね、それが素晴らしいと思いますので。はい、じゃあということで、正常、はい、そろそろ参りましょうか。N氏、歌われるものラジオ、出陣じゃ。この番組は、歌われるもの二人の箱卸制作委員会の提供でお送りします。えにし歌われるものラジオ、えにしまして、こんにちは。おしとる白役の戸根健太郎です。えにしまして、こんばんは。安住役の赤崎千夏です。時間こんにちは言うてるのにこんばんは言うてるし、いや、どっちの人もいるかもしれないじゃないですか。さすが正常、気遣い。昼に聞いても夜に聞いても違和感ないように、ちゃんとどっちのご挨拶をしてますよって。なんだ、そうだったんですね。本当かよ。ちょっと戸根さんのところ変なキャラ出てませんでした？本当ですか？気のせいじゃないですか？ルディルディって、なんかゲストの人かな。知らない人いた。いろいろね、盛りだくさんでやっていきたいと思いますけれどもね、はい、ということで、まあ初回の配信はですね、まあ、常連さんはもちろんご新規さんからも、ね、メールをたくさんいただきましたよね。本当にありがとうございました。いや、ありがたかったですね。いや、本当になんかね、愛されてるな、この作品は、はい、と思いました。ということで、今回はですね、アニメ放送に合わせて同時視聴会を行ったんですけれども、こちらに関するね、感想メールなんかもね、来てるらしいので、いろいろと紹介していきたいと思いますが、あ、同時視聴会、私ちょっと見ましたよ。あ、ちょっと見ましたけど。見てくださったんですか？ちょっと一番最初の挨拶が、はい、あれじゃないですか、いきなり右近衛大将として種田さんをしっかりお守りしますって言ってましたけど、はい、あなたどこの右近衛大将ですか？どこの右近衛大将、どこの右近衛大将やってるんですか？ちょっと違うでしょ、守る大将が。確かに。いいんですかそれで。確かに。ちょっと私もそこで憤慨してしまいましたよ。トゥスクルの右近衛大将みたいだって。そう、いいんですか、あなたはどこの右近衛大将ですかという話ですよ。いやいやいや、安寿姫殿下、お待ちください。あれはですね、はい、作家のせいでございます。作家が脚本に書いたものを一字一句間違えずに読んだ結果でございます。さすが真面目な、聞いて聞いて、あの、まあ、確かに真ん中にトゥスクルいたのは間違ってると思うんだけど、ウコンとサコン揃ったから、やっぱそこは押していきたいなと思って入れちゃった。入れちゃったね。作家さんのお力でした。作家さんというかモキムさんの入れちゃったね。だって前も思ってて、このラジオ実質3人ラジオだよね。作家ギブさんですからね、フミリル役の。ギブリルが喋っておりますけれども。ギブリル。そういうことですか。じゃあ戸根さんのせいではなんか、あなたはただの傀儡だったと。そう、だから何を守ってるかっていうよりの、右と左に並べたなっていう私の満足感ゆえの挨拶でさ。そういうことやったんですね。そうだから僕も言いながら、何を守ってるのかって言いながら、俺ってます、疑問に思ったなら言ってくださいよ。このもじゃもじゃごときが種田さんをお守りする、おこがましいにも程があるみたいな。ね、結局何一つ守れなかったんですけども。そうなんですよ、はい、いいです、許します。 ありがとうございます。メールも来てるので読みます。歌われるスターブライトさんからです。ありがとうございます。もじゃ神様、ちいさんぽい人、こんばんは。2人の白おろを同時視聴会で見ました。見てねと宣伝しても、生配信が始まればネタバレするので見るなと矛盾してるところから始まり、放送まではモノメビの方を先にプレイして温めてましたよね、うんうんうん、画像の綺麗さにタネちゃんの目が追いついてなかったり、シューニャとの会話をオシトルではなくトネさんが割り込んだり、賑やかでしたし、ノスフラの情報でも水着についてやはりツッコミが多かったですね。視聴会では熊高の第一声がモブの女の子、内田さんのノーギャラ問題が
印象に残りました。もし可能でしたらまたやりましょう。最後にタネちゃんは誕生日おめでとうございました。全部森で送ってくださいましたね。歌われるスターブライトさんが網羅してくれたメールを。これダイジェストですよ、まさに。同時これ読めば大体のことが分かるという。同時視聴会のダイジェスト。ゲームのことも結構いっぱい触れてましたね。プレイもしてたし。そうだからやっぱりモノクロームメビウスがね9月8日に発売されるんで、はい、初めてねだからプレイさせてもらって、うん、いやすごかった。もうグラフィックもそうだし、あのなんかオープンワールドじゃないんだけどもうマップが広くってもう自由にね、うん、これジャンプしながら走ったりとかしながら草原を駆け回ってましたよね。ですあと若いオシトルがそうかわいい。かわいい。かわいかったです。え、どの辺が。え、だってポニテになってたじゃない。あれポニテって言うのかな。なんか若々しい愛おしさみたいな。胸チカも可愛かったです。イラストで見ましたけど、そうなんですよ。みんなの若い頃見れるのちょっといいですよね。すごい貴重でした。ゲーム自体もねすごいよくできてたので、うん、ぜひ皆さん期待しててください、はい、あとあれでしたね、配信の時のトネさんめっちゃ挙動不審でしたね。あのアニメが始まった時のトネさんチーズ持ちながらずっとチーズムニュムニュムニュめっちゃ挙動不審だった。いやもうね、そう、あの時も言われましたけどね、あの内田さんにね、あの不安定なトネ様になって不安定なトネ様始まった。審判が下るみたいな感じ。声もズブズしてた。ああどうかどうかどうかみたいな感じ。祈る気持ちでね見てましたからね。めっちゃ面白かった。こっちのアニメの感想の方も読みましょうかね。はい。おりりかんさんからいただきました。トネさん、赤崎さん、こんにちは。こんにちは。ラジオ復活とお二人の白オロのアニメ化、6、7年首を長くして待っていました。ゲームはもう何周もクリアしていますが、アニメでしか見られない表現もあると思うので楽しみです。そして一番大好きなキャラクターである白をトネさんが引き継いでくれたことに感謝しかありません。藤原さんの白もトネさんの白も大好きです。ありがとうございます。ということでした。どうでした、なんかこう周りからの反応とかトネさんまで届いてますか。いやもうね、あのね、届いてるというかね、まあしますよね、エゴさしちゃった。受け止めに行ってんだ。しちゃった。もうね、しちゃいました。浴びに行っちゃいました。自らね、もうちょっともう分かんないけど飛び込むかっつってもうね、ポッポッポッて検索したらね、本当に温かいお言葉が多くて、なんか嬉しいもそうですけど、よかったってなんか、うん、そこでなんか一気に肩の力が抜けたというか、胸をなで下ろしたというか、あーなんか受け入れていただけたのかなっていうね、うん、ところがあったので、本当にね、そこでやっとなんか収録が終わった時よりもほっとなんか一段落みたいな。審判が下りましたか。審判がね審判がねいい方向の審判がねいっぱい下ってたので、はい、よかったなっていう感じがね本当にしました。皆さん本当にありがとうございます。おメールまだ来てますよ。 ありがとうございます。あっきりょうすけさんからです。はい。とねけんさん、赤崎さん、こんにちは。今歌われ先行上映会を終わったばかりでどうしても伝えたくてメール投稿してます、うん、トークショーお疲れ様でした。お疲れ様でした。自分は一番前の席から見させていただいて、最初はとねけんさんのもじゃもじゃが生だとどんな感じなんだろうと思っていましたが、いざトークを聞いたらトネケンさんのハクを演じるにあたっての苦悩悩みなどを打ち上げてくれて、一番前の席でもらい泣きしてしまいました。1、2話見た時のトネケン太郎のハク、はい、素晴らしかったです。トークショーでは拍手だけでしかお返しできませんでしたが、ラジオでもお伝えしたかったんです。これからも歌われるものを盛り上げてください。自分もたくさん投稿します。お二人とも頑張ってください。ありがとうございます。というありがたいメールでした。なんかトネさん上映会の時泣いてたんですって。あのね、ちょっとね涙流してたんですけれども、ね、この方も、もらい泣きされてたって言ってたんですけど、はい、本当に申し訳ないんですけども、僕ねよく見ていただいたら、ね、左目だけ泣いてたと思うんですけど、メイクが目に染みてボロボロで左目だけ、ね、泣いてたんですけど、じゃあなんか感極まって泣いたのとはまた違うってことですか。ちょっと違うんですよね。感極まってはいたところもあるんですけど。なんですか。ビジネスだ。ビジネス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 涙。違う。信じられない。私も上映会の時全然それ気づかなくて、終わった後にスタッフさんが、うん、いやトネさん泣いてましたねって言われて、そうだったんですかトネさんと思って、なんかいろんな思いがやっぱ詰まって涙として出てきてしまったんだと思って。
ったらビジネス涙だったんですね。みんなが思いましたよ、トネさん泣いてんだって。それだけこう思いをいっぱい込めて演じたハグがこうやっぱり上演されて感極まるものがあったんだって全員が思いました、うんうんうん、そう、その通りです。ビジネス感極まって泣きました。ビジネス違うなんだ、メイクが目に染みて泣いた、メイクが目に染みて泣いた。アキー涼介さんに謝ってください。本当だよ。なんかちょっとこれはもうあの男の恥ずかしさというかね、泣いてんじゃないぜ、これは雨さみたいな感じの言い訳じゃないですかこれね。いや、メイクですメイクが染みました。嘘は良くないすいません、メイクが染みて涙が出て、それプラス感極まったやつも出たと思うんで、まあ、じゃあその辺の判断はもう個々にお任せということにしましょうね。そうですね。はい、じゃあメールはそろそろ、はい、どうだった上映会。そう、そう、うん、赤崎もいたじゃないですか、うん、なんか楽しかったですね、上映会。ぼんやりでも本当に歌われめっちゃ応援してくれてる人がいっぱい集まってくれて、うんうんうん、もう本当に最初の第1シリーズの時から応援してますっていう人結構多かった感じがしたんで、やっぱこの作品の熱量すげえなっていうのを肌で感じました。そうですよね。いや、もうあの先行上映会というか、まあそれもそうですし、あの同時視聴会でもね、あのやっぱりアンジュが出てきた時はみんななんか、うん、アンジュっていうコメントもねいっぱい流れてましたし、ちょっとでしたけどそんなこともないよアンジュだってまだう状態。そんなこと言ったらタネちゃん出てないんだからそうだ、タネダさんもね、なんだったら内田さんも喋ってないからね、あの二人ノーギャラだからね今のところね、今のところヒロインルルティですからね。そうルルティかマロロですよ今のヒロインは。ルルティマロロの時はコメントすごかった。どっちかですねヒロインは今ね。あとデコポンポのところデコポンポのところのねコメントすごかったですけどもね。はい、はい、アニメカスまだありますか、お願いします。はい、天義さんからです。アニメ2人の箱ホロは私の住んでる地域ではテレビで見れないのですが、うん、動画配信サイトで見ました、うん、昔はこんな便利なものがなかったので東京の方で放送されるアニメをアニメ雑誌を読むだけでしたのでありがたいものです。その動画配信サイトで見れるようにしてくださって本当にありがとうございます。1、2話を早速見てきました。ゲームでも最初から泣きっぱなしだったのですが、アニメも涙なしには見れないですね。猫ねの辛そうな表情だったり、ルルティエが感情をあらわに号泣するシーンや、オシトルかっこハクが亡きオシトルを思い出しているシーンなど、思わずこちらも泣いてしまいました。そして1話のエンディングではヌエドリでここでそれ流すのと驚きましたが、すごく場面に合っていて、ヌエドリはやっぱりいい曲だなと実感したり、今後もまたハンカチいえタオル片手に見ていこうと思います。いやー本当そう、そのヌエドリのねソラさんの曲が入るタイミングがね、いやあれ熱いですよね。もうそう熱い、熱かった、あれはちょっとねうるっときちゃいますよね。いやそっか、あそうね、今確かに配信でも見れる時代になりましたから、そうですよね、確かに地方にお住まいも、私も昔そうでしたけど、うんうんうん、住んでる時って都会の方でやっとるアニメは分からんのみたいな感じにはなってました。盛り上がってるようだけれども、アニメ雑誌の表紙に輝かしく載っているが私は知らぬみたいなこと結構ありましたけど、だって赤崎さんが鹿児島にいた頃なんてあれしょ、チャンネル一つしかなかったんでしょ、 NHK しか映らないとかそんなレベル、え何ですか、だったら2つ映る、そうですよ、そうですよ、1、2ありますから NHK ならもう2個あそっか、そう1個とは何事ですか鹿児島をバカにするんじゃありませんよ、大概にしてくださいよ。いやでも僕も広島なんでそんな変わらなくって、やっぱり見たいアニメっていうのはやっぱやってなかったんですよねやってなかった時どうしました、もう諦めてました。でもやっぱなんか雑誌とか見たりとかして、うん、でやっぱりそこにね巻末の方になんかあのグッズとか、うん、あと同人誌とかのなんか通信販売みたいなコーナーあって、はいはい、アナログな時代、そうそうそう、そういうのにねちょっと思いを馳せていた頃がありましたね。懐かしいですね。でも今はもうそういう感じの雰囲気じゃないんですかね、地方の方ももうね、だってネットとか、うん、そういうこと配信で何でも見れるし何でも手に入る時代になったんじゃないですか。なんかいいですね、またオタ活の幅がまた違ってきてる感じがしますね。素晴らしい、はい、いやいろいろありがとうございます、本当に。あ、なんかもう一通ございます、はいこちら、ペンネーム歌われるスターブライトさんからいただきました、ありがとうございます。もじゃがみさま、ちいさん、こんばんは。こんばんは。最近入手した極秘情報によると、少し前にルルティエ役の熊子とちいさんが木更津のアウトレットへ出かけて海ほたるにも寄って食事もされたそうですね。アウトレットでは藁みたいなものがついたバッグが安く売ってて、誰が買うんだろうなと思ってたものを買い、わざわざホームセンターでハサミを追加購入し、それ以降ずっとチョキチョキしてたそうですね。え？上半期の一番の思い出として語られていましたが、キリさんからの思い出は何が印象に残っていますか？どういうこと？このラジオに送ってこられた。クマちゃん、どっか
で言ったんだね、この話。熊子っていうのはもう角馬さんですね。そう、熊ちゃんとなんか遊びに行こうぜみたいな話になって、うんうんうん、アウトレット行こうって言って、うんうん、まあ、木更津が近いし行こうよって言って行ったんです ね、うんうん、でそれで私すごい買い物をしたかったんです、その時、うんうんうん、カバンとか買いたくていろいろ見てたらいいカバンがあったんですよ、うん、いいカバンとは書いてないんですけど、あのなんか違う違う、待って待って、藁みたいなものがついたっていうか、いいカバンがあって、これ可愛いね、私これ買いたいって感じになって、でもクマちゃんも結構私もそれ好きかもみたいな感じになって、あ、これもう一つありますか、2個ありますかって聞いたら、うんうん、1個だけだったんですよ、それが。でそれでじゃあ諦めるかって話になったんですけど、はっとレジの横を見たら、うん、その私の買ったカバンにそっくりな形のカバンがもう一つあったんですよ。あら、ただそのカバンにはめっちゃ藁がついてたんですよ。そこがわからない、何藁がいっぱいついてるって。そんなに形なんですけど藁がついてる、その藁を脱がせればほぼ同じ形になるっていうカバンがあったんですよ。意味わかります？今ね、イメージの中ではなんか藁でできたカバンじゃないですよね。カバンになんか藁みたいな装飾がついてるみたいな、まあ、そうそうそうね、そういう感じで理解していただければいいかと。3匹の子豚が住んでそうな、外側に藁がついてるね、まあ、なんかね、腰みのみたいなのがいっぱいついてた。なんかこう編んであるカバンに腰みのがいっぱいついてる感じのちょっと見えてきたデザインだった。でその腰みのを切れば私の買ったカバンと同じ形になるじゃないかっていう感じの話をして、これ切れば一緒だよねって話になったんですけど、でそれがね、そのカバンがめっちゃ安かったんです。私のやつは、まあ、30% オフぐらいだったんですけど、その腰みのがついてるやつ 80% オフぐらいで、これめっちゃ安いねって言って、切ったら同じじゃんみたいな話になって、まあこの値段ならば、まあ、切ってもありかなっていう話になって、店員さんも、まあ、大きな声では言えないですけど、切ってるスタッフいますみたいな。お店の人も切ってる。もうこれ切って使おうぜって感じになって、こうやってじゃあこれ私買いますって言って買ってくれて、でもせっかくだからその腰みのの断髪式もここでやっていきたいよねっていう話になって、木更津のアウトレットの隣には大きいホームセンターがあるんですよ。そこで、じゃあハサミ買ってくるわっつって、うちのハサミちょうど今錆びてんだわっつって買ってきて、てか私の車の中でじゃあこれチョキチョキしようって言って、チョキチョキしてたら日が暮れてきてどんだけ時間かかってんの、どんだけ聞いてんの。あ、でももう日暮れ間近だったんです。だんだん見えなくなってきて、車のライトつけて作業してたんですけど、もう本当に見えない、限界だってなって、コメダ公園に行って、いや僕が警官だったら確実に職務質問しますけどね。ちょっと何やってんすか、カバンの中に何か怪しいもの入れてませんかって、隠してませんかって、ただ残し身のですっていう感じなんですけど、でコメダコーヒーにちょっと行かせていただいて、邪魔にならない範囲でちょっとこうチョキチョキっとねさせていただいて、コマちゃんのカバンをあの腰身のない状態にして、これで大体一緒じゃないかっていう話、結果綺麗に切れたんですか。そうそう、綺麗に切れて、あ、これでお揃いだねっていう感じになったっていう。もうそのでも一連の流れがめっちゃ面白すぎて、いや面白い、聞いてて面白いですよ。なんかチョキンチョキンって、はい取れたじゃタグみたいな感じじゃないですね、もうなんか結構細かく結構しっかりやめ込んでやって、なんて織物みたいな感じ。それでもさ、織物にその腰みのがちょっとずつ縫い付けられてるって感じだったんで、この紐、この糸を切っていけば腰みのは取れるみたいな感じのやつを結構1時間ぐらいかけてやりましたかね。結果満足のいく、結果満足いきました。クロチコマちゃん使ってるかどうか分かんないけど。なるほど、思った通りだねって品物手に入って、デザイナーさんは号泣してるという。そうそうそう、ごめんなさい、本当に。はい、じゃあメールおしまいです。あ、面白い話でね、終わりましたけども、はい、ということでね、今日この配信がですね7月の15日なので、明日7月16日は、歌われる者2人の発行の第4話が放送されますよ。ということで、まだ登場していない我らがヒロインがそろそろ出てきてもいい頃なのかな、そろそろっていうところですよね。あとなんかね、ギブさんの役もそろそろ出てくるんじゃないかなっていう。フミじゃないんだよ、フミリル。フミフミフミリルってさっき、うん、あのメモで書こうと思ったら書けませんでした。フミリルって書けます、フミリル。あの赤崎さんまだね、フミリルって書こうとして、フミリルイルフミリルイルって書いてあったんですよね。フミリルイルだと余計言いいなと思ったんですけど、まあ、びっくりしたのはね、あのご本人がやってらっしゃる、だからフミリル役のギブさんがね、フミリル書けてなくって間違えちゃった。なんて書いてましたっけ、フミフィル。でもちょっとね、混乱しちゃうんですよ。リルっていうのがやっぱあんまり使わない発音だから、書こうと思ったらどうなるんだっけ。ちょっと皆さん書いてみてください、フミリル。あ、今ね、フミリル書けます、書けない、意外に書けないもんなんだって。
カタカナですけど難しい、ね、発音でもほぼリーみたいなね、フミリルみたいな感じですけども、 それでそのノリでリー書いたらね、わけわかんない感じですからちょっと気をつけてくださいね、綴りがね、フミルイルでございますね、うん、そうなんです、はい、ということで皆さんお間違えないようにはい、ということでダイヤはご期待ください。以上、ふつおたのコーナーでした。えにし歌われるものラジオ、託されたもの。このコーナーでは親や恩師、友人など大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介していきます。はい、では早速皆さんの託されたものをご紹介しますね。はい、ジャパンさんからいただきました。わお、私は今ある高校の俳句部のコーチをしています、うん、先日私と一緒に高校生を指導してくださっていたご年配の先生がご病気でお亡くなりになり、うん、私がメインの指導を引き継ぐことになりました。先生からいただいた最後の言葉は、体しんどい、任せる。最後まで力を振り絞ってくださった先生のことを思いつつ、意思を継ぐというのがこの作品のテーマのことを思ってやみません。私が託されたものは生徒さんです。先生がどこかで見てくれていることを忘れず、生徒さんと一緒に俳句修行を励みたいと思います。あら、いい話ですね。かっこいいですね。生徒さんを託された、あとは任せたっていう、うんうん、なんかまたその体しんどい任せるっていうことがすごいリアルで、なんか、うん、あーすごいいいなと思いました。はい、なんか俳句部っていうのがまた珍しいですよね、うん、俳句部って。確かにね、俳句部、うん、俳句部なんどんな感じでやるんだろう。はい、じゃあこの句見ていきましょう。これダメ、これこうしてください。はい、センスなしみたいな。そんなことないですよ、気の見すぎだ。もっとみやびやかな感じでもっとやってますよ、きっと。じゃあ順番に読んでいきましょう。しし、ね、お茶とか飲みながら、お茶とかね、っていうイメージ。なんでも一緒にね、ジャパンさんも俳句修行してるということなので、うんうん、よかったら歌われで一句読んでいただいて、メールしていただいて、いいですね、はい、はい、歌われで一句、トネさんがバサバサと切ってくれると思います、はい。この句はね、こう書き換えた方が見やすいでしょみたいな。まあそんなもね、ぜひよろしくお願いします。はい、ジャパンさん待ってます。そしてそして続いて、アクルカがハマらないさんからいただきました。よかった、ハマらない。ハマると大変ですからね。ハマると大変だから。はい、ねさん、赤崎さん、こんにちは。こんにちは。偽りの仮面の頃のラジオから歌われファンになり、いつも楽しくラジオを聞いていました。二人の白黒も楽しみです。さて、私の託されたものは、祖父のネクタイピンです、うん、祖父が亡くなる直前に私へと譲り受けました。実は祖父が亡くなった1週間後、私の結婚式が控えていました。闘病生活の祖父に晴れ舞台を見せたいという思いもあり、念入りに準備していたのですが、それは叶わず祖父は他界してしまいました。中止も考えたのですが、親族のサポートもあり実施する運びとなりました。当日は少しでも祖父に孝行したくって、祖父のネクタイピンを胸に式に臨みました。式が進み、お色直しの直後、なんと司会の方が祖父からのメッセージをサプライズで読み上げてくれたのです。どうやら祖父は亡くなる前に母にもしものためにと私と妻に宛てて手紙を託していたようでした。その時の喜びと寂しさは忘れられません。同時に、そんな粋な祖父のネクタイピンをずっと大切にしたいと思いました。今でもこのネクタイピンは私の宝物です。一生大切にしたいと思います。いやー、これはいい話ですね。なんかメッセージを残してくれたっていうのが行き過ぎませんか、おじいさま。おじいさん素敵です ね。いや、ドラマが一本かけそうなぐらいの本当になんか素敵な話ですけど、宛先歌われラジオで会ってました。はい、あれ大丈夫ですか、大丈夫です か、このここで紹介でこんなふざけた二人がやってる番組にお送りしてますけども、大丈夫ですか。いや、でもとってもいいメール、なんか心が洗われるようなメールでした。いいで、ね、ネクタイピンぜひ。結婚式はね、間に合わなかったけれども、でもちゃんとメッセージがね、いや、届いて、思いはちゃんとね、受け継がれて託されてるなっていう感じがしました。なんか皆さんすごいエピソードをお持ちですね、はい、お素敵な、いいコーナーですね。僕もおじいちゃんからね、亡くなったおじいちゃんからなんか革手袋をね、託されたんですけども、はい、一度も使ったことがありません。何用の革手袋？わかんない、黒い革手袋で、黒い、なんかよくサスペンスドラマとかで犯人が使いそうなやつなんですけど。おじいちゃん何してたんですか？ねえ、ありがとう、おじいちゃんありがとう、いつか使うよ。じゃあ続いてですね、はい、託された
系堂も紹介します、はい、運命の車輪さんから。この前家族で祖母の家に行った時、お中元などでいただいたそうめんを山ほどもらいました。いい、ね、でもそうめんって一回食べると次にまた食べたくなるまで少し期間を置きたいじゃないですか。乾麺なので賞味期限は長いのですが、はー、本当にたくさんあるので一体どうしたもんかと家族みんなで悩んでいます。どうかそうめんを美味しくいただけるレシピを教えてください。たくさんそうめん託されたけど、うん、そうめん食べます？そうめんめっちゃ食べます。そうめんすぐ消費しちゃう。あ、本当に？どうやって食べます？え、そのまま茹でてつゆにかけてつゆに茹でてがなかったらそのままバリバリ乾麺の乾麺のままバリバリ食べるっていう。茹でてからつゆにつけるのが私は一番美味しいと思うので、うそうやって食べちゃいます。まあそうですよね。だから茹でて冷やして、うん、冷やしそうめん、ね、冷やしてもうキンキンに冷やしますね。まあ氷とか入れてチチに。あ、それが一番美味しいと思ってます。結構茹でる派ですか、それもちょっと芯残す派ですか？え、表示通りそうだよね、それが一番美味しいって書いてあった通りに茹でます。2分かな、2分茹でます。おーおー、なるほどね。だちょっと茹で時間操作するだけでもちょっと食感の違いとか味の違い楽しめるかもしれないですよね、たくさん食べる場合はね。あ、そうなんですか。なんか表示通りだもんね。表示通りの方からで全く賛同得られてないですけど基本私レシピとか見てガチガチにやるタイプなんで。いや、なんか表示通りやるとなんか そこから移したり水でこう締めたりするのにまた水分を吸ったりとかするイメージがあるから、実はこの辺メーカーさん考えてないんじゃね、俺がちょっと少しその分計算して2分のところを1分半とかにしたらちょうどいいんじゃねみたいな感じでやるとちょっと腰が出たりとか、うん、あ、全くね、あの心全く刺さってないですけどなんかそのビビたる違いじゃないですか確かにでもそうめんでしょ。あと、いや、でもなんか私別のラジオですけど昔企画で、はい、そうめんのつゆだけじゃなくて他のものにつけてみたらどうだろうっていうのをやったことありますよ。あの焼肉のタレとか、はい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 、いろんなものを試しました。なんかそういうちょっとちょい足しみたいななやつとかでもいいんじゃないですか。あ、つゆをね、その時何が一番美味しかったとかあります？覚えてない正常覚えてないんじゃ。なるほどね、つゆをいろいろ試してみるとか何が美味しかったかな。まあでもそれを探してほしいです。ぜひ何かあったら教えてください。僕はザルそば派でザルそばばっかりこう茹でて食べてるんですけど、あの大体薬味ですね、薬味でなんか味変える。そばの薬味どんなですか？うちね、天かすをね大量にあのつけずの中に入れて食べるんですけど美味しいですよ。へえ、そうめんは何ですか？つゆだけ？つゆのみ？ネギも生姜も。私つゆだけ派です。つゆだけ派ですか？あ、そうですかあ、でもほら、ね、なんか変化をつけたいってなったらあのそうめん流すとかねいいんじゃないですかそうです、流しそうめんね、そうそう、アイスクリーム流しちゃダメですよそうめん流したりとかちょっとアトラクション的なのもね、はい、いいんじゃないですかね。まあ乳麺とかね普通にねアドバイスするならば、あったかいやつとかいろいろねありますからね。なんかそうめんパスタみたいな、パスタ的なノリで使ってもいいんじゃないですかね挽回するように最後怒涛のように怒涛の挽回トークがすごい取り返しましたね、さすが正常はい、任せてくださいはい、ということでいろいろ紹介してきましたけれども、このコーナーでは大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介しています。実はちょっと困っているものなどは新しい使い道などのご相談も受け付けていますとはいえ解決できると約束しているわけではございません。以上、託されたもの託されたけどでした。歌われるものラジオ、世は本物の天使アンジュじゃ。いや、それはどうでしょうね。正常、本物ですよ。失礼ですね。正常、はい、巷では正常が偽物ではないかという噂があるそうです。リセヌ、誰が赤崎さんのそっくりさんじゃそうなんです、あの同時視聴会の時でもね、なんかラジオやってるらしいですけど、内田さんが、はい、なんかトネさんと赤崎さんらしき人がやってるらしいですよねみたいな顔ね、まだちょっとそっくりさんみたいです、残念ながら。でもそっくりさんじゃないと、本物だというのをね、証明するために本日はこんな依頼が届いてございます、はい、ペンネームカッシーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。えにしまして画像を添付したのですが、たくさんのえにしという文字が並ぶ中から制限時間以内にえにしではない文字を探し出して印丸をつけてください。
うん、緑とか書いてあるってことですね、きっと。冊子がいいですね、うん、まだですよ、まだですよ。こちらの紙にあのたくさんの絵にしが並んでおりますから、はい、1個だけ違う字が1個じゃない 8個もある。8個あるので、それらをすべて見つけて1分以内に丸をつけて、1分で全部、はい、いやめっちゃ書いてあるじゃないですか、これはね。今裏から透けて見えたけど、めっちゃなんか 10×10 以上はある。本物の赤崎さんなら、いや本物の正常なら、はい、もう余裕でできてしまうであろうと。 OK です、ということでございますので、はい、じゃあ早速チャレンジいきたいと思います。ひねさんもする？あ、一緒に、僕もじゃあ一緒にやろうかな。1分間暇だ。1分間フリートークしてくれてもいいですよ、喋りながらやろうかな。この間のデジャブデジャブ、この間の1分間測るっていうの、結局1分間トネさんがフリートークするどうします、じゃあトネさんも一緒に探すでいいんですか。わかりました、フリートークしながら探します。あ、じゃあ、はい、私は喋んないですねじゃあ行きますよ、はい、じゃあ1分間に、8つ見つけてください。それではチャレンジスタート。いや本当同時視聴会皆さんありがとうございました。めっちゃいい話なんだけど、画像の荒、画像が荒いんだあなたも喋るんですねえ、わかんない、あった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 。だからそう、画像がちょっと荒いですよね、これね。あの絵にしのガビガビじゃないですか、ドット絵みたいな絵にしっていう、ね、字がいっぱい並んでるんですけど、意外になんか似てる文字じゃないのもある。そうなんですよ、だから前回のその同時視聴会がね、0時から終わったのがね、深夜2時過ぎだったんですけども、結局ね、あの後家に帰って、ないない、もう帰ったら夜中の3時ですよ。ないよ。で夜中の3時で、いや皆さんご視聴ありがとうございますっていうね、ツイッターをこう文章打ってる途中でね、寝落ちしちゃいまして。待って待って、本当にないよ。結局ねツイッターを送ったのが次の日の朝9時ぐらいになっちゃって、本当になんか睡魔には勝てなかったなっていう感じですよね。3ない2、1、終了。マジでない。あれあれ、見つからなかった。何個見つけた、何個見つけた、 1,2,3,4,5。 もう探さないでもう探さないで、ちょっと正常ちょっと赤ペン置いてください難しい、もうエッチっていう感じが分かんなくなっちゃいました。分かる、途中でゲシュタルト崩壊的な感じになっちゃうんですね。ちなみに、正常私めはですね、6個しか見つけられませんでした。あれ正常ちょっと赤丸を数えさせていただきますね。1,2,3,4,5 知らないのじゃ、1,2,3,4,5 知らないのじゃ、また見ようか、そんなの知らないのじゃ。いや赤崎さん、いや、そっくりさんちょっと、あ、本当だ、あー本当、やっぱ緑はあるなと思ったんです。緑が、緑難しいとこにあるよね。緑嫌なとこにあるな。いや緑、これだってもうなんか、いや緑だって分かってみても分かんないよこれか、ちゃんと答えも添付して送ってくださってるんですね、ありがとうございます。いや緑はこれ卑怯だよ。わ緑はこれ、この画像どっかで見れるんですかね。じゃあ7個を見つけてよ、ね、LINE の線とか、ね、お経の経とか、録音の6とか載せようか。あ、本載せてくれますか、これ、あ、これこのガビガビ具合も見てほしい、ね、これちょっと皆さんもちょっとチャレンジしてみてください1分で結構難しいですよ。うん、緑がマジで難しい。いや残念でしたこれね。ということでチャレンジ失敗でございますけれども、ということで赤崎さんの今のランクはですね、赤崎さんそっくりさんと赤崎そっくりさんということでございましてちょっとこのままじゃ帝都奪還することができませんので僕らもね、何を旗印にね、大丈夫です、まだアニメでもそこまで行ってないはずアニメの盛り上がりとともに私が一流の王女、そして一流の赤崎になるはずなんですよ。合わせてくれたんだね。そうなるほど、当たり前じゃないですか、タイミングぐらい合わせますよ。でもこれワンランクずつしかアップしませんからちょっと急いでもらわないと三流二流普通一流ってなってますからね。ちょっと次あたりからちゃんとエンジンかけようと思うので、そうですね、次あたり三流に上がっていただかないとちょっと間に合わなくなっちゃうかもしれないのでよろしくお願いします。頑張ります。はい、ということでランクはそっくりさんでございます。これからも一流の王女として実力を証明するため頑張ってまいりましょう。うん、以上、世は本物の天使アンジュジャでした。エニシ歌われるものラジオ、ヤマトの民よ先ぶれじゃ。
ここからは歌われるもの関連のお知らせをお届けします。まずは放送情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の白黒は東京 MXBS11 にて毎週土曜日25時から、北海道テレビにて毎週月曜日26時25分から、 ATX にて毎週木曜日23時から放送中です。また D アニメストアにて地上波同時先行配信中です。その他各種配信サイトにて配信中ですので、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。はい、続いてパッケージ情報です。歌われるもの偽りの仮面コンプリートブルーレイボックス初回限定版が好評発売中です。本編25話に加え、ノンクレジットオープニングエンディング PV CM 集やオリジナルエピソードムービーなど大ボリュームの特典映像を再録しながらもお求めやすい価格でお届け。ジャケットイラストは天津湯たつきさんによる新規書き下ろしとなっております。ぜひゲットして2人の箱をより一層楽しんでくださいね。続いて音楽情報です。スワラさんが歌うテレビアニメ歌われるもの2人の箱をのオープニングエンディング両主題歌を収録したシングル人なんだの発売は7月27日です。ジャケットイラストはキャラクター原案および原作イラストレーターである天津湯たつきさん書き下ろしのイラスト。初回製造分はアニメスタッフによる書き下ろしアニメイラストを使用したスリーブジャケットとなります。ぜひお手に取ってください。はい、最後はゲーム情報です。歌われるものシリーズのゲーム最新作モノクロームメビウス時の大化が2022年9月8日発売となります。 PS4、PS5 だけでなく Steam 版も同時発売です。偽りの仮面2人の箱に登場する若かりし頃のオシトル、三日月、宗近たちが描かれています。歌われ3部作のストーリーが気になるという方はスマホで読む歌われるものをおすすめ。フルボイスの物語を無料でお楽しみいただけます。ぜひチェックしてみてください。モノメビ公式サイトでは最新情報や PV を公開中ですので、ぜひご覧ください。豪華特典を同梱した初回生産版を必ず手に入れるためにも、急ぎ予約してくださいね。そしてスマホアプリ歌われるものロストフラグでの現在開催中のイベントのご案内です。イベントアマテラスの島をフルボイスで復刻開催中。同時開催中のガチャでは水着姿のアルルー、CV 沢城みゆき、祭り CV 高橋理恵、12 CV 絹川理香が登場。現在開催中のふむかみ螺旋同時長伏戦で活躍します。さらに最大250連無料ガチャができる感謝御礼ログインボーナスも引き続き開催中です。ぜひロスフラもプレイしてくださいね。以上、大和の民よ先ぶれじゃでした。お送りしてまいりました絵にし歌われるものラジオもそろそろエンディングのお時間となってしまいました。番組では皆さんからのメールを大募集しています。託されたもの絵は大切な人から譲り受けたあなたの宝物。託されたけど絵は大切な人から譲り受けたけどちょっぴり持て余しているものをお願いします。要は本物の天使アンジュじゃ。絵は世間の偽物疑惑を払拭するべく一流の王女であることを証明できるチャレンジを証明できるチャレンジをお願いします。温泉プレミアム会員だけが聞けるおまけコーナーではいつも頑張っている私をおもてなしする案を募集中です。その他アニメの感想や私たちはゲストに聞いてみたいこと、普通のお便りもお待ちしております。すべてのメールの宛先は歌われアットマーク温泉ドット AG です。ホームページのメールフォームからも送れます。たくさんメール待ってます。はい、ということでお送りしてまいりました第2回、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。正常いかがでしたでしょうか。なんかいっぱい喋りましたね。いや、すごかったですね。いっぱい回っちゃった。はい、今回いろんな楽しいお話聞いて満足でした。だいぶなんか盛りだくさんでしたけど、どこまで放送できますか、ね、確かにちょっとねオーバー気味に喋っちゃったんで、ね、削られると思うんですけれども、まあいい感じ。イニシエの長いラジオ聞けるファンがいっぱいついてるはず。最近なんかラジオあまり長いラジオは聞いてもらえないんじゃないかみたいな、そういう疑惑がね、コンパクトに収めた方がいいんじゃないかみたいな話もありますけど、ね、きっと最後まで聞いてくれてますよね。ここまで聞いてもらってますよね。ぜひぜひね、はい、もう垂れ流してください。はい、ということでこの番組は隔週金曜配信のため、次回は7月29日の配信でございます。なんと次回のゲストにスワラさんが来てくれます。やったスワラさん、お待ちしてますよ。やったお話しましょう。たまに出てくるそのキャラ。誰ちょっとね、ちょっともう一面が出ちゃいますけど。ということで、今回のエニシ歌われるものラジオはここまで。お相手はオシトル白役の利根健太郎と、アンジュ役の笠木千夏でした。ここであったのも何かの縁じゃ。皆のもの息災で。この番組は歌われるもの2人の白おろ制作委員会の提供でお送りしました。
白い